はいじゃあそれではホワイトボードをしてください、はいははじゃあそれではですね皆さんお手元こちらテキストを開いてください早速ですねテキストのこちら内容ですねもうホワイトボードにも書いてありますんでホワイトボードも見ていきましょう7の8ですね問題点の集約とこちら課題の抽出の実践です。 で実践なのでまず皆さんお手元ですね今回括弧の1問題編となっておりますのでこちら問題編の予見文書をまず読んでください予見文書ですね C 社の概要っていったところからずっと読んでいただきましてで後ろ行きましょうずっとページをめくっていただいて回答欄ありますで回答欄のスウォット分析にこちら記入していただいても結構ですしまああの 予見文書にマーカーを引きながら仕分けをしていただいても結構かなと思いますだからまずこちらのスウォット分析をしていただきましてでそのスウォット分析を元とに従いきましょう経営上の問題点とあとはこの経営課題こちらの枠の中をぜひ埋めてください ね、演習ですからでだいたいおおそのね。時間はですね。毎年20分という時間を取らせていただいておりますので、まあ、20分間しっかりとですね。時間を取ってこちらまずスウォット分析をして、下側の形状の問題点、経営課題のところをしっかりとあのまとめていただきたいとで、その時の留意点としましては？ こちら設問との対応といったところがこちら経営上の問題点経営課題にありますがそこは特にでですすねあの記入しなくて結構ですで皆さんが過去問を解いた時に、まあ、こちらの平成の28年度の事例の3を解いた時にもう一度復習でですねじゃあ今このまとめた経営上の問題点経営課題が、まあ、どの設問と対応するのかというのをぜひ、ね、取り組んでみていただきたいと思います。 だからまあ過去問を実際に解いたときにこちら最後の「ですね説問との対応」というこの枠の中使うというふうに考えていただいて一応回答の方にはですねちゃんと書いてありますんでページめくっていただきますとね説問との対応で第1問、第2問、第3問とかねそれに書いてありますんでそちらでねまた過去問を解いた後に確認をしてみてください。 はいでまあ、今回はですねまず今回のポイントは何かと言いますとこちら、ですねこの課題の抽出っていうのが大切になります特に問題点の集約と課題の抽出っていうのは事例の3でよく問われる、まあ、内容でありますので皆さん、しっかりとですねここは時間をかけて進めていただきたいと思いますのでまずしっかりねあの20分間の演習を行ってください。 で一応もう演習解いたというね前提で解説始めていきますんでじゃあまずですね最初に予見文章の段落番号のすり合わせいきましょうねまず1段落目いきます C 社は調理用のカット野菜を生産販売しているこれ1段落目ですねで特に事例の3っていうのは括弧書きで C 社の概要というふうに書いてありますんであここは概要のところの内容だというふうに考えていただければと思いますはいじゃあ続いて2段落目いきましょう カット野菜とは皮むき切断スライス成形などといったところが2段落目そして下行って3段落目はカット野菜は販売先の意向を受けて野菜の流通を担っているというようなところがありますんでここが3段落そして4段落目いきましょう。X 農業法人ではと 言ったとこころですねこちらが4段落名そしてずっと見ていきまして今度5段落目は「工場操業状況は」と書いてあるところが5段落目になります。で続いて6段落目 C 社の組織ですね C 社の組織はがこちらが6段落目で7段落目は「現在」。 取引関係にある顧客や関連する業界からといったところが7段落目で8段落目 C 社社長はまず現状の生産管理を見直しといったところが8段落目になりますで続いていきまして9段落目は C 社の生産概要にあたるところでありましていきましょう C 社のカット野菜製造工程はといったところが9段落目そして10段落目こちらが 顧客からの注文はというのが10段落目でさあ11段落目いきましょう製造部門の大きな問題は品質不良でありというのが11段落目ですねでそして最後12段落目また職員工場としての施設設備面などの,あこのこちらです、ね、衛生管理ですねここの部分が12段落目となっております。 はい、まあ、皆さん、ですねしっかりとこの段落の中でまず色分けで結構です波線とかでも結構です s w ット分析をしっかりとしていただきまして、まあ、あの抽出していきます課題をですねで課題を抽出するときにちょっとですね、まあ、一応もう解いたという前提で進めていくんですが回答のを見てください経営上の問題点経過題のこの3番目のところです、ね、丸三番目のところ。 3番目ってまあ見ていただきますと強みと機械の2と機機ののが中心になりますよ、ね、で普通普通ですね課題とかまあ問題点っていうと弱みとか脅威というところがベースになるのになぜ今回はこちらね 新たな取引の要望に対する対応に関するなんとなくこう機会に繋がるようなところが今回こちらね問題点課題に設定されているんだろうとねいうところをですね皆さんしっかりとまず考えていただきたいとでこれはちょっと応用問題なんです今回ねでこれはどういうことかっていうとま強みと機会から来ていてじゃあ実際にですねこれあるわけですよね要望があるですぐにアクションを起こしたい すぐにアクションを起こしたいんです企業としてはそうですよね売上が伸びるとかそういった機会があるのに対しては企業っていうのは戦略上すぐにアクションを起こしたいという風に考えるんですがここではできていないですよねできないですよねまあ、できていないってできないアクションを起こしたいけどできないじゃあなんでできないのかっていうのはこれはもう経営上の問題点ですよね アクションを起こしたくてもできないっていうのは、まあ、これは企業にとってはやっぱ弱いところでありますので、まあ、ちょっとね経営上の問題点につながりますだから今回は SWOT 分析の中の強みとかの内容が中心であるんですけれども問題点とこの経営課題といったところになりますのでちょっとここ応用ポイントとして押さえておいてください。はい では回答はありますので皆さん、回答のところ二丸三とありますのでまずこちらで確認をしていただきたいとで特にこの経営課題のところは今回、経営のね課題のところはあの回答ですのでコンパクトにまとめてますよね。 コンパクトにこの専門用語で例えば生産管理の実施とか変動比率の低減とかあとはぶどまりの向上とかそういうふうにね専門用語でまとめてありますので皆さんが回答を書くときに課題についてまとめなさいっていうのが出たらしっかりとねキーワードを使って書けるようにしていただきたいと思います。 はいじゃあまず上からですね今回ホワイトボードにこちら書いてある内容っていうのは補足です丸丸丸 ② 3っていう補足の部分ですので回答はもうお手元のテキストに皆さん書いてある通りですのでこちらねあの補足として1から3の内容をですねちょっと説明をしていきたいと思いますはいじゃあまず上から行きましょう今回一番やっぱりね皆さんどうですか問題点として限界利益がマイナスこれまずいですよね これまずいですどこにあるかっていうと皆さん見ていただきたいのが表の1のところです。ささあ表の位置見てくださいでこちらの中で「限界利益がマイナス」ということはこれ何を示してるんですかっていうと「作れば作るほど作れば作るほどこれ赤字が大きくなっていく」っていうのが限界利益がこちら赤字っていうところですね。 でこの辺は皆さんですね財務会計一次試験で学習した財務会計の知識とリンクさせて考えていただきたいんですがこの生産の事例の中でもこちらこういった数字から読み取りましょうというようなところも出てますんでここしっかりとねあこういう傾向でも出るんだなというところを皆さんしっかり押さえておいてくださいはい。じゃあそれではですね見ていきますとまず表の位置から読み取らなければいけないのは青でいきます。 ここですね表を読み取る問題になってきますので売れば売るほど売れば売るっていうことは作作れば作るですよね売るっていうことは作るほど。でこの赤字額が大きくなっていきますよとこれは改善しないとまずいです。 売上が上がると赤字が大きくなるっていうことになるならばこれ企業の存続としてはとてもこうまずいことになりますね厳しいことになりますんでだからまずはここの改善ってとても大切だよねっていうことをまずインプットしていただきたいでさらにあの問題点を考える時にはこの表だけじゃなくてさあスワット分析のところ皆さんお手元見てくださいスワット分析 W の2と W の3のところが一つポイントになります。 こうですね W の2と W の3弱みの3ですね2と。で見ていただきますと弱みの2ですね効果的なこちら予見にありましたよねで生産管理が組織的に行われていないため予想以上の原材料費と労務費の上昇によって限界利益がマイナス10%を超えその傾向が改善されていないっていうのがまず一つになります。 でもう1つが何かというと3のところ見てください、弱みの3ですね、原材料費比率、ねだから原材,原材料比率ですねであとは労務比率、であとは荷造り運賃比率でで変動比率100%を超えているっていうのがちょっとまずいですね。 だからやっぱり変動費かなり食ってますよといったところで非常にまずいことになっているのかなっていうのをちゃんと読み取っていただきたい。だから今回のこちら読み取る時のポイントとしましてはこれどういうことかというと表と表とあとは W2 と W3 というのはこちらは予見分の内容ですねでこれをちゃんと対応させて考えていくことが ととても大切になります、ね、予見文と表の内容を対応させるだから今後このような問題が出た時には表だけで読み取ると難しいので表でよくわからない人表でよくわからない人は一旦この予見文書を見てその弱みがあったならばあ弱みの内容が結果としてここですね結果として表に表れている可能性が非常に高いです大体いいこの手の問題は。 だから、弱みで何何できていないとか、そんなところが結果として現れているので。まあ、そこをですね、まず弱みから見て。で、まあ、こちら予見文章から、じゃ、表の一、どういうふうに対応しているのかなっていうのを合わせて確認していただきたい。ここね、慎重に行ってくださいね。まず、問題点と課題の抽出がとても大切で、で、事例の3の場合には、そこから。 改善策っていうのを考えましょうとか改善案っていうのを要するに診断書として述べてくださいみたいなニュアンスで仮に出た場合改善を述べる時にはこの問題とか課題の根っこの部分がずれるとこれ全部回答ずれちゃいますんで問題点課題のところはしっかりとね冷静に対応関係を見ていただきたい表だけで焦って考えないでください。ねそこ大きなポイントです でこれがちょうどで回答の方を見ていただきますと回答の方はそれぞれねまた強みの1とか強みの4とかいろいろとですね活用すべき内容も書いてありますんでそちらは皆さんで目を通していただきたいとだから今回経営の課題っていうのは何かっていうとですね経営の課題っていうのは何かというこの問題点を解決するために何か行うことですから1つ目が経営ごめんなさい組織的な生産管理ですね。 生産管理の実施をしてまず変動比率を避けないとまずいですね下げないとまずいでぶどまりを向上させるっていうのがとても大切になるからはいこのまず丸 ① 経過代3点が挙げられるかもしくはこの通りじゃなくても似たようなニュアンスでちゃんと書けたかっていうのを皆さん確認しておいてくださいはい丸 ① ですねで続いていきましょう続いての内容が丸 ② の内容になりますで丸 ② はまず表の2ですねさ 表の2を見てくださいで表の2を見た時にこれ当時あの合格者の中でも苦戦した方はここでですねパッと見た時にこれ何なんだろうという風に考えてしまうんだけどこれ一次試験で皆さん学習したこれパレート図のところに抽象化できるかどうかが勝負になります。そうですねで見ていただきますと中小企業は中小企業はやはり経営資源が限られてます。 で経営資源が限られているっていうことは全ての問題点に対して同時に対応するっていうことはこれ難しいことですね。だからじゃあどこに対して優先をつければいいのか。まあ、優先順位としてまあ上位ランクをつけてそこから改善していけばいいのかっていうことを考えなければいけない。でその時に使われるのがこのパレート図という考え方で、じゃあパレート図のことを言ってんだなこれは というならばじゃあ ABC 分析っていうのがありますねで今回はじゃあ A ランクっていうのはどこなのかっていうところを考えて重点管理項目を絞り込んでいきましょうというところにつながってきますはいよろしいでしょうか A ランクっていうのを加味してこちらを絞り込んでいきましょうとさあ でそこと同時に対応する予見文書を見ていただきますとこちら、弱みの9と弱みの10お手元テキストを見てください。こちらですね、製造部門の大きな問題点は品質不良ですよね。品質不良で9の1、こちら、標準作業の不備などによるカット形状不均一がクレームの 50.5%を占めていいいるというのがここ大きいですねで仕掛かり品が多いことによる鮮度劣化がクレームの19.6%これポイントですよ皆さん仕掛かり品が多いっていうことは仕掛かり品をなくす努力をしなければ鮮度劣化っていうのを止めることはできないなりますよねこちらであとは標準作業をここよろしいですね今の9の1でいきますと標準作業の不備をなくさない限りは カット形状不均一っていうのはなくならないわけなんですよ。で、皆さんが改善案で書くっていう問題が仮に出たならば、どこに着目しなきゃいけないのかっていうと、9の1でいうと標準作業の不備、ここを正さないといけない、改善しないといけない。で、9の2だと仕掛かり品が多い、これを直さないと改善しないといけない。で、そして続いてはい、9の3。 衛生管理ルールーがないこれを何とかしないと異物混入といったところにつながらないまあ異物混入がなくならないといったところになります、はいまあ、そんなところですねちょっと今強調した部分しっかりと覚えておいてください。改善するときには根っこの部分を改善していかないとダメなので例えば解答のところにただただ例えばね「あの異物混入を防ぐ」と書いても。 それはただ予見文書なんかを裏返しただけなんでそれだと点数になりませんじゃあどうやって異物購入を防ぐんですかって言った時にここで衛生管理のルールをしっかり徹底していくっていう風に書いていかないとなかなか難しいからその衛生管理ルールのところに着目して回答を仕上げていくこういうね考え方がとても大切になります生産ね生産はより具体的に落とし込んでいかないとなかなか点数に繋がらないですのでここねぜひよろしくお願いしたいと思います はいじゃあそれではですねまずこちらまで行きましてそしてもう1つ9段落目と10段落目,段落目ですね職員工場としての温度管理設備がないなどこちら施設設備面の衛生管理レベル作業方法などの衛生管理レベルに課題があり販売先から改善要求があるからこれはやっとかなきゃいけない。そうなりますねじゃあここはいいんだと するとパレートで考えていくとまあ上位の項目表の中のこれを改善しなきゃいけないよねとでさ,らにさらに特性要因図皆さん見てください図の1ですね余計の一番最後12段落目の下にあります特性要因図を見ていただきますとどこをピックアップしますか今回施設機械使途原材料作業方法これ 4M ですよね 4M。 これでパッと 4m だって分からないと一次試験の知識が活かせないとなりますんで皆さんこちらのこの図を見て抽象化を図るときには 4m だっていうことをまずしっかり考えてその中の今回はさあ見てください異物混入カット形状不均一とか鮮度の劣化っていうのが入ってるのはどこですかこれは こちらですね特性要因図の中の作業方法メソッドのところですからだから作業方法をこれ改善していかないとダメだよねそして弱みで考えてください W57 見ていきましょう作業方法作業方法だから人が関連するところになりますじゃあごらあご,ごめんなさい弱みの5ですね同じ製造グループのパート社員は他の製造グループへの移動はない移動はない。 なななんとなく組織的に固定されてる感じでですねでなんかこう暗黙知なのか何かそういったところが出てくるのかななんてところもまあ読み取れるんじゃないかなと思いながらこちらはい見ましょう7のところですね弱みの7顧客からの注文は各製造グループに直接入り各製造グループでおののこちら生産経過をごたて原材料調達から出荷まで起こっているこれはまとめてできないの 話にななりまますよねと、ま、とめてできないのと、ね、別々にやってるとそれだけやっぱりロスが生じたりとか足りる足りないとか大量に仕入れることによるコストダウンも測れませんよねなんてところにつながってくるんじゃないかなとじゃあこれできないのかっていうとここが実は強みのところで大事で強みの7を見てくださいこちらさあ強みの7を見ていただきますとできるんですよ。 なぜで,できるのか特性要因図どうやって作ったんですかっていうとこちら製造3グループ全員で製品クレームの原因から特性要因図を作成しクレーム改善活動を計画しているっていうことはこれできるじゃんとこれ根拠ですねだからこれできるっていうことはこれちゃんとやらないとこっちしっかりとね今弱みなんですけどできるのにやってないっていうところから始めないといけないですね。 できないわけではないんです、組織的に。できるのにやってませんよっていうところをまず改善していきましょうという内容になってきます。だから今回の内容では回答の方を見てください。効果的なクレームのこちら削減の活動。これ経過代ですね。あとは 加工不良をどう低減させるかこれは大事ですねであともう一つが衛生管理に関するクレームの削減これを考えてじゃあどうやっていっていったところをもっと改善案とかで詳しく書いていくのがまあ生産管理になりますよというふうに考えてください、はいまあ、そんなところが一つ大きいポイントであとは皆さんですねこちら丸3のところはそれぞれね、まあ、強みの6機械の2機械の3ちょっと見てください。 で強みの6は見ていただきますと C 社と X 農業法人との関係に注目した新たな取引要望を創出しているとあります。さあちゃんとあるわけですね、強みとして。で、下側見ていきましょうこちら、O のところですね、見てください、丸2、国内の野菜需要全体に占めるこちら、カット、野菜需要の割合は年々増加しているこれは王の2ですね。でこの3 3は C 社なららでではの機械ですよねこちら現在取引関係にある顧客や関連する業界からあなたの取引の要望がある。だからどちらにクローズアップするのかというとこちらですよねこちらは C 社ならではの機会になります。O 2 はですね、まあ、業界全体というふうに考えていただいてもいいんじゃないかなとはいそこを踏まえた上えで、まあ、例えば有望な新事業の1つはカット野菜で高付加価値のところですねでまた見ていくと有望な新事業の1つはこれ3の2ね安売りあごめんなさい新鮮さを売り物している地場のスーパーマーケットねこんなところで、まあ、どっちにしましょうかという話になってくるかなと思います。ははいじゃあそれで今回は 回答の方を見ていきますと、はい、丸さんのところの経過代は新事業に対する新事業による収益拡大あともう一つが社内対応策の策定っていうのはやっぱ考えなきゃいけないよねというところになってきますだからアクションを起こしたいんだけどできないっていうのは今のところはよろしくないですよというところにつながってきてますんで、まあ、そこをなんとか考えていきましょうとはいでそしてまあ今回は皆さんですね強み弱み 機械脅威とありますんでそれは予見文章で皆さんがスウォット分析していただいたらちゃんとこのスウォット分析通りになったのかなっていうのをぜひ確認してみてくださいね。しっかりと確認してみて予見の各段落でしっかりとねできたのかといったところは皆さんで確認していただければと思いますで最後にですねちょっと赤字のところ改善のシナリオっていうのを皆さんに紹介していきますとまず今こちらの予見文章を見た段階でね 問題解くっていうわけじゃなくてこの全体構造をしっかり理解するためにまずはどうやって改善していくのかっていうのは赤字のところで書いてある、まあ、赤点線で囲っておりますんでこちら皆さんちょっと参考にしてみてください。で見ていきますとこちらいきましょうまずはキーワードとして皆さんがしっかりと覚えていただきたいのが創業度なんですよ今回。創業度に応じて黒字が出る組織まずこれが大事ですね。これを作っていいいいかないといけないとけ であとはクレームの削減ここが大事になりますまずファーストステップで黒字が出ないことには新規事業をやったって増えれば増えるほど赤字になっちゃったらこれ潰れちゃいます会社だからまず皆さんは創業度じゃあ何かというと売れば売るほど赤字額が大きくなるってこの部分って何ですかと言いますとこれ創業度なんです。業業度度がが別の言言葉に言い換えると抽象化してね創業度が 上がれば上がるほどね創業度が上がれば上がるほど赤字になっちゃうんですよこれを是正しないと頑張った方向性が全て赤字になってしまいますよとだからまずはこちらをファーストステップで行わなきゃいけないであともう一つが取引先が減ってしまっては大変なのでまずクレームがねちゃんと顕在化している顕在化顕在化しているクレームっていうのはまずは削減していくべきでしょうというところにつながりますでさらに 次のステップとして今度はじゃあ新事業先ほどのとこありましたねこの三に関連するところなんですが新事業による収収益益拡拡大大を行ってくださいとねこちらがセカンドステップです収益拡大でまず創業度に応じて黒字が出なければ収益拡大を頑張って作ったらこれ赤字になりますんでまずファーストステップが先で次にセカンドステップとして収益拡大とあとこちらですね休業期間これもったいないです。 これは、はい、創業度を高めて成長していくことなんでここでも創業度というのがありますなので創業度が実際に100%ではない、まあ、100%からかなり離れてるわけですよねこちら休業期間があるっていうことだからこれをなんとかしないと成長するのは難しいですよねとやっぱり固定がかかってます必ずビジネスには。そうですねこちら見ていただきますと、まあ、固定って何かというと まあ人件費なのか修繕費なのか原価償却費なのかその他固定費なのかっていうのがまあんまりこうすごく多めではないんですけどまあかかっているわけですよ。でかかっているのでその間ね固定費を回収できないっていうのはやっぱりまずいですから固定費回収するためにはこちら創業度を高めてある程度限界利益を出さなきゃいけない利益を出すんですよマイナスじゃなくて利益を出さなきゃいけないこれをね次のステップで考えていくことが改善へのこちらシナリオと。 いいいうふうふに皆さんねインプットしてたただきたいこのステップのまず1があって2があるっていうこの順番をしっかり皆さん考えてくださいねこれ順番間違えるとねなかなか点数取りにくいっていうのが事例の差になりますのでぜひね復習の時にしっかりと考えてみてください。はいじゃあここまでであのー、こちらの内容については終了にしますのでまたホワイトボード切り替えて次の内容に入っていきたいと思います。はいじゃあこちら皆さんしっかり しっかりと移してくださいよろしくお願いします